はい、こんにちは。今日は整数問題の3番目ということで、今日やる問題は非常に難しいです。これは俺が実際受験時代に出会った問題で、正直こんな問題絶対解けんやろと思いました。で、結構絶望もしたんですが、それでもやっぱり、俺のこの解き方でやっていくと多少希望は持てるようになるかなというような問題です。で、どういう問題かというと、めっちゃシンプルですね。問題自体はめっちゃシンプル。次の方程式を満たす正の整数 ABC の組み合わせを、全て求めようと。で、ABC イコール AB プラス BC プラス CA となっています。で、これ綺麗な形ですね、非常に。で、この綺麗な形の時にどういう風になっているかというのを、問題解いていってみましょう。では、ビデオを止めて見ている方は問題を解いていってみてください。ではどうぞ。では解説に入ります。で、これ最初にね、どうやろうかなと思っていろいろ式変形したり割ってみたりいろいろやっても結構出ないわけね。それは努力が解いてみた人ならわかると思うけど、これは相当難敵です。で、何をしたいかというと、まず一つ最初に着目するべきポイントは、これが A も B も C も同じレベルっていうことね。入れ替えても同じ式になるでしょうと。A と B を。B と C を入れ替えても同じ式になるでしょう。C と A を入れ替えても同じ式になるでしょうということです。ということは、A と B と C は本質的に一緒なわけだよね、レベルは。ということは自分で違いを作り出すことができるわけです。同じものなので。ほぼどういうことかというと、こういうことができるわけです。A、B、C の順に大きさを自分で規定してしまおうということです。これで違いを無理やり作り出しているということです。ところがこれは自分で付け加えた条件ですね。これは俺のやり方でいう、加えても差し障りのないように条件を付け加えるという話です。でもちろんこの A、B、C と、付け加えたけれど、別に本質的に問題はこういう問題なので変わってないので、最初と問題と意味的には一緒ですね。つまり問題はありませんね。こうやって条件つけたところでこの問題はスムーズに解けますね、このままやっていっても。ではこれができたら、この過程を置いたことで何ができるのかということを考えていきましょう。では、ここまでこのヒントができた時点で、あ、分かったっていう人もいるかもしれないので、そういう人はここで止めて一回解いてみてください。ところどころ止めて挑戦していくと結構楽しいですよ。でまずここまでで切ります。じゃあ次何をするか。こう置いたので、この式見てみましょう。A っていうのはC 以下ですね。ここの A っていうのは B 以下ですね。ということから BC を起点にすると、こいつは AB というものは BC よりちっちゃいわけですね。この A は C より小さいので、これを C に変える、つまり BC にすると、ちょっと分かりやすくするためにBC じゃなくて CB の方が分かりやすいかな。 CB とこっちの方がもちろん大きくなると。で、この A を B に変えるとさらに大きい数字になりますね。大きい数字とこれとこれが大きい、それぞれ大きい数字になったので、全体としてはもちろんこの全体より大きいですね。これはイコール 3BC のことですね。ということは何かっていうと、
これが出せたということです。 ABC が 3BC 以下、これを両辺 BC で割りますね。 BC は正の数なので普通に割りますね。不等号の向き変わりません。これが出てきます。そうするとで、かつ A は1より大きい数字ですね。1より大きい正の整数と、はい、よりじゃね、1以上というわけで、 A としてはあり得るのは1と2と3だけなわけですね。ということは、これまで整数の問題で整数っていうのはどうせ数が限られてるから自分でしらみつぶしに調べてしまえばいいと言いましたね、前回。というわけで、ここは A イコール1と2と3の時についてしらみつぶしにしてしまえば終わりです。いいですね。でこれも結局必要条件から絞ってるってことですね。これがもし大きい時を仮定して、この状態、この条件っていうのは ABC が ABC 小なりイコール 3BC というのは結局必要条件ですね。だからこれが A イコール1、2、3が全て答えになるわけじゃないけど、絶対1、2、3の中に答えは含まれているはずです。じゃあそれをしらみつぶしにしていきましょうということです。あとは場合分けね、しらみつぶしにしていくと。で A イコール1の時どうなるかって言ったら、 BC イコールB たす BC たす C になりますね。ということはこれは B たす C が0になりますね。正の整数たす正の整数を足したら0になることはありえませんね。というわけでこれは不適です。つまり A イコール1の時はダメだと。じゃあ次 A イコール2の時考えましょう。この時はどうなるかっていうと、まあもちろんこの代入するのはこの式ですね。元のこの式です。2BC イコール 2B プラス BC プラス 2C とこうなりますね。これから BC イコール 2B プラス C になるわけだね。ここでもこれが使えますね。 B 小なりイコール C というのが使えるので、ここでも先ほどと同じような解法を使えば、B は C より、あ、 B は C 以下なので、こういうことが言えますね。ということで、こうなりますね。で C で割ってあげれば4以下というのが出ます。ところが B はここでは A 以上とやったので、今度はこうなるわけね。というわけで B は2、3、4のどれかとさらになりますね。じゃあさらにしらみつぶしにすればいいと。 B イコール2の時どうなるかということです。この時は、代入するべきは、この式、まあ、この式かこの式ですね。ということで、こうなりますね。いいでしょうか。これを計算していきます。そうすると C イコール2たす C になりますね。 C 消えて 2イコール0となってしまいます。なのでこれは不適ですね。2イコール0っていうのはもうおかしい。じゃあ次 B イコール3の時、この時どうなるかというと、3C イコール2の3たす C になるわけですね。でこれを考えましょう。これ考えると C イコール
6になるかな。これは B よりも C はちゃんと大きくなっているので OK ですね。 C=6 っていうのは。というわけで、A イコール2、3、あ、B イコール3、C イコール6というのは答えとしては OK ですね。じゃあ答えの一つです、これは。次、B イコール4の時。この時は、4C イコール 2×4 たす C となりますね。まあ、これも普通に、解いていくと、C イコール4となりますかね。で、これは B 以上になっていますね。 B イコール C になってるけど、これも OK ですね。というわけで答えとしてこれも採用します。じゃあ次、今度は A イコール2の時が全て終わったんで、A イコール今度は3の時ですね。この時はどうなるかというと、まあもう一回同じように元のこの式に代入してあげればいいと。上の段だけ計算すると、上の段をもうちょっと計算するとこうなりますね。で、ここでも同じこと、これを使って B、C が B 以上ということを使って同じことが使えますね。というわけでこうですね。この時どうなるかというと、これより 2BC が 6C 以下ということより、これ両辺を 2C で割りましょうかね。これはこうなりますね。 B は3以下と。いいですね。で、 B は3以下で、 B は3以上という条件があるので、3以上かつ3以下というと B は3しかありませんね。というわけで、ちょっとコピーに移動しますが、 B は3です。この時 C はいくつになるかというと、ここに代入してあげればいいんですが、まあ、あとは計算するだけですね。そうすると C イコール3という答えが出てきます。で、これも B 以上にはなっていると。この方程式、この不等式は満たしているので、これも OK ですね。じゃあまとめると、どのようなものが数値として選ぶことができるかっていうと、こことここやね。つまり A、B、C の組み合わせとしては、2、3、6というものと、2、4、4というものと、3、3、3というものです。これが、答えになりますが、これで終わりだと思ってはいけません。なぜかというと、加えても差し障りないように条件を付け加えないといけませんね。この A、B、C と、 C が B 以上、 B が A 以上というのは自分で勝手に付け加えた条件ですね。ということなので、こういう場合に問題としてこれだけだと一応数としては少ないです、まあ、これで点数もらえること、もほとんど多分満点近くもらえるとは思うんやけど、厳しい先生やったらちょっとこれでマイナス1点とかされるかもしれません。これだけは何を考えなかというと、これを組み合わせそれぞれ考えないといけませんね。これもそれぞれ組み合わせ考えないといけません。ということで、こいつらは、これは他にどんなのがあるかって言ったら、
2、6、3、3、2、6、2、6、2、3、6、2、3、6、3、2がありますね。で、244は他に何があるかっていうと、ちょっとこの辺消していきますね。4、2、4、4、4、2と。で、3、3、3、これは、もうこれしかない、この組み合わせしかないので、答えとしてはこんだけありますということです。もう最後の詰めは誤らないようにしてください。自分で設定した条件だから、条件やから、それを無視しないように、自分で付け加えたなら後でその付け加えたことをちゃんと障害をなくすように自分で答えの出し方は考えてあげないといけませんよということです。この問題非常に難しいと思います、正直。これを解いたときに俺が非常に絶望したわけですね。こんな問題普通に考えて、いきなり、A 小なりイコール B 小なりイコール C 小なりイコール小なり C と自分で勝手に置けないと、こんなことどうやったら考えつくんやって思いましたが、まあ、この回答を見て、まあ、なんとなくこう置くということに関しての理由付けを行うことができたわけね。こういうのを解いて必要条件で絞っていくこととか、加えても差し足りないように自分で条件を付け加えるとかね、方法論としては自分の知ってる内側にあったということなので、この問題もまあ本当に本番になったら解けないかもしれないけれど、こういうことをやることは非常に意義があると思いました。なので今回解けなかった人も絶望しないで、こういう問題が次来た時はよし、じゃあ自分のやってる 法則の中で頑張って解いてやろうという気持ちになって解いてください。では今日はここまでにします。